オースティン・エリーズのリングネームで知られるダニエル・ソルウルド・ジュニアはアメリカ合衆国のプロレスラー。ウィスコンシン州ミルウォーキー出身。エリーズはエディ・シャーキーとテリー・フォックスの下で2000年にプロレスのトレーニングを開始し、11月にシェリフ・ジョニー・エメラルドとの試合でデビュー。数年間、中西部でキャリアを積んだ後、2004年にイクア・スーパー8トーナメントに出場。 現在 WWE やティネで活躍するレスラーが若手の頃に多数参加し、若手の登竜門として知られている、このトーナメントで決勝に進出する。優勝こそできなかったもののその能力の高さから米、インディー界の注目の的になる。トーナメント直後、エリーズはローに参戦することを決意する。彼はロー、リボーンステージに似て、 4コーナーサバイバルというロー独自の形式で、ジミー・レーブ、ロッキー・ロメロ、ナイジェル・マッキーネスは相手にロー、デビューを果たす。その年の夏にかけて同じく若手のジャック・エヴァンスや、ロドリック・ストロング、アレックス・シェリーと共に、ジェネレーション・ネクストというユニットを結成。一気にローの主役へ駆け上がる。彼にとって、いくスーパー8トーナメント以上のキャリアアップとなったのは、 フィナールバトル2004でのロー世界王座戦である。当時ロー世界王者で2年以上もベルトを巻き続けていたサモア上とのロー世界王座戦に見事勝利し参戦開始から1年足らずで団体の頂点へと登り詰める。2005年6月18日、CM パンクとの対決で敗れ王座陥落となるも、その評価が下がることはなく、ローの レスリングスクールのトレーナーに就任する。12月のフィナールバトル2005において、ロデリック・ストロングと組んで、サル・ディナウロトニーマ・マルークが保持するロー、タック・王座に挑戦。勝利して、ベルトをダッシュする。2006年、ローと日本のプロレスリングノアとの交流が始まり、エリーズも日本のレスラーとの対決することになる。 特に注目されたのは6月24日にシカゴで行われたケンタとのシングルマッチだったが、ケンタの子にスリープの前に敗れる。同年9月16日にクリス・ヒーロークラウディオ・カスタリオーリによるタッグチームキング・オブ・レスリングに敗れ、数十回防衛してきたロータッグ王座を失う。2007年、ジェネレーション・ネクストは解散していたものの、その時のつながりで長い間タッグを組んでいた。 ロデリック・ストロングと再びロータック王座に挑戦するも敗北。仲たがいしてしまい、エリーズが新ユニット、レジリエンスを、ロデリックはノーリモーズ・コープスを結成し、対立状態になる。しかしティネに関係したゴタゴタの影響で一時的に離脱することになり、レジリエンスも自然消滅してしまう。2005年7月、ティネはサクリファイス2005における、 X ディビジョンオーザ戦をインターネットドリームマッチとして挑戦者をインターネット投票で決定することを発表。所属ではないエリーズ、ロデリック・ストロング、J リーサル、マット・サイダルの名前が上がり、最終的にエリーズが選ばれる。結局、所属ではないことから王者クリストファー・ダニエルズとのノンタイトル戦に変更になった。試合そのものには敗北するも、 素晴らしい試合だったことからティネの上層部から再び試合の契約を持ちかけられアンブレーカブル2005にてロデリックストロングとのシングルマッチという形で再登場。この試合も上場の内容でティネの上層部の評価はさらに高まる。9月22日、エリーズはオフィシャルサイトでティネとレギュラー契約を結んだことを発表する。 さらにロデリック・ストロングとアレックス・シェリーも契約を結ぶ。2006年2月、エリーズとロデリックは、ローに出場した後、飛行機で移動して、ティネのアゲエンスト・オール・オッツ2006に出場するというスケジュールを立てていたが、吹雪により飛行機が止まり、出場取り消しの浮き目に遭う。この事件により、ティネ上層部は徐々にローとの掛け持ち禁止。 トップ選手の独占出場契約を結ぶ方向性にシフトしていく。しばらくティネには出場できなかったエリーズだったが9月のバウンド・フォー・グローリー2006にてオースチンスターのリングネームで再デビューする。その後 X ディビジョンの選手との試合が組まれ続けるも2007年4月に問題行動が原因で90日の禁止処分が下される。ただし、 ローと対立していくような路線を取る、ティネ上層部に対して、早くから反発とも取れるような言動をしており、謹慎もそれが根底にあるという見方が根強い。2007年6月に自ら解雇要求を求め、ティネを解雇される。その後、再度、ローと契約を結んだ。ローに復帰後、2007年末のライジングアバーブで行われたナイジェル・マッティネスとの世界。 王座戦が名勝負になったのを皮切りに、再びロセ世界王座戦線で活躍するようになる。王者であるナイジェル・マッピネスは、もちろんのこと、ブライアン・ダニエルソン、タイラー・ブラック、ジミー・ジェイコブスとも激しい抗争を繰り広げた末、2009年6月に行われたマンハッタン・メーヘム3にて、ジェリー・リンを破り、二度目のロセ世界王座大会となった。二千十一年六月十六日、 ティネに再登場。7月11日ブライアン・ケンドリックからティネ、X ディビジョン王座を獲得した。2012年、ヒールとして活躍していたが、ティネ世界ヘビー級王者のボビー・ルードがヒールということも、あり、ベビーに転向した。7月5日、ティネ世界ヘビー級王座に挑戦するために、ティネ、X ディビジョン王座を返上し、7月8日に、ボビー・ルードから、 ティネ世界ヘビー級王座を奪取した。2013年1月25日、ボビー・ルードとタッグを組んで、ティネ世界タッグ王者であるヘルナンデスチャボ・ゲレロ、ジュニア組に挑戦して勝利し、ティネ世界タッグ王座を奪取した。2014年1月16日、ティネ、X ディビジョン王座4度目の大会。3月2日、レッスルマイナス1に来日し、防衛戦を行うが、 サナダ昭也に破れる。二千十五年六月二十八日、ティネとの契約を終了、正式にリリースをされている。二千十六年一月二十日、WWE と仮契約を交わす。同月二十二日、WWE の参加団体である NXT のテーピングにて GM である、ウィリアム・リーガルが、リング上にて大物と契約を交わすために契約書を用意したと。 発表。招かれると登場を果たし、リングへ上がろうとするがバロンコービンから襲撃された。2月18日、NXT ライブにて、フィンベーラーと組んでバロンコービンサモアジョーと対戦して勝利。4月1日、NXT テイクオーバーダラスにて、超飲式の際に襲撃され因縁のあるバロンコービンと対戦。序盤より攻め込まれ、終盤には、場外にて、 ディープシックスを喰らい、リング内に戻ると、ビンのフィニッシャーである、エンド・オブ・デイズを決められようと勢いをつけて、首をつかまれた反動を生かして回転して切り返すと、丸め込み、3カウントを奪って勝利した。6月8日、NXT テイクオーバー・ザ・エンド・中村晋介にてと、対戦。序盤より蹴り技で試合を組み立てる中村に対し、膝を集中して攻めて、 優勢となるが中村より膝での攻撃を強行される。終盤にはエプロンでの争いにて、デスバレードライバーでダメージを与えたものの最後には、ジャンピング禁車差から禁車差へとつなげられ敗戦した。8月20日、NXT テイクオバーン、ブルックリン2にて、ノーウェイホセと対戦。終盤に、ホセの連続で繰り出される大技に苦しむが、サンセットボムから、ラストチャンスリーへとつなげて、 ギブアップを奪い勝利。試合後、ヒデオみより襲撃を受けた。痛みの襲撃の際に鼓膜を負傷し休場。10月には、タッグチームトーナメント、ダスティローデスタックチームクラシックへの参戦を表明するもタッグパートナーは、X と紹介されていた。同トーナメント1回戦にて、タッカー内とオーティス・ドーゾビッチ組との試合で、パートナーの X である、 ローデリック・ストロングが登場。久々のタッグ結成となり1回戦を勝利で飾るも2回戦となる TM61 戦の前に開催されたハウスショーにて、新助中村のハイキックが目に当たり眼下骨折の重傷を負う。トーナメント2回戦はストロングと TM61 のシェイン・ソーンによるシングル戦に変更となりエリーズはストロングのセコンドとして 試合に介入するも試合はソーンが丸め込みでストロングを破り2回戦敗退となった。以降はストロングはシングルプレイヤーとして活動、エリーズは治療のため休場しそのまま NXT をフェードアウトする形で卒業となった。11月29日、WWE クルーザー級の専門番組として205、ライブがスタート、休場中だったエリーズは初回から カラーコメンテーターとして登場。以降 RAW クルーザー級部門と205ライブにおいてエディーズはカラーコメンテーター、インタビュアーとしてとして活動する。2017年2月から205ライブにて復帰のプロモーションビデオが放送3月6日の RAW 放送中にクルーザー級王者のネビルの勝利インタビュアーとしてインタビュー中にネビルを襲撃。 翌日3月7日の205ライブにて選手として復帰、トニー・ニースに勝利し、翌週3月14日の205ライブにて挑戦者決定戦に勝利。4月2日、レッスルマニア33のキックオフ賞第1試合にて、ネビルの持つ WWE クルーザー級王者に挑戦するも負傷していた目を攻撃され敗退した。2017年7月7日、 WWE から退団することが発表された。2017年11月4日、インパクトレスリングへ電撃復帰を果たした。2018年1月10日、イーライドレークを倒して、インパクトグローバル王座を退官し、同月14日には、イーサン・カーター3世を倒して、インパクトグランド王座をも退官、二冠王者となった。ブレインバスター・ティネ、X ・ディビジョン王者時代。 ありがとうございます。